はバターよりもマーガリンの方が体にいいんじゃないかという報告が上がってきたわけなんですね。まあ、スティックタイプの硬いものじゃなくてあればほぼ間違いなく水素添加物入ってないんですね。テレビではまだないかもしれませんね。面白い結果になりました。はい、ご質問ありがとうございます。多摩プラザ南口腸内科クリニックの東と申します。今日はマーガリンとバターに関係するような新しい知見についてちょっとお話をさせていただきたいと思います。私も小さい頃からそうでしたけど、まあ、一般的にマーガリンは悪者という形でなんとなく生活してきたんだと思います。まあ、バターは体にはいいかもしれないけどマーガリンは確実に悪いというように多分言われて摂取してきている。ですからバターとマーガリンあった場合にどちらを摂取するかというとやはり基本的にはバターを選択することが今のこの状況でも圧倒的に多いと思うんですよね。2018年にアメリカで実は米国 FDA といいまして食品医薬品局がまあ大きな改定をしてその中に含まれるある物質を使うことを禁じたと。それから実は、マーガリンとバターに対する考え方がどうも変わりつつあるという面白いことについて今日は話をしたいと思います。実はバターよりもマーガリンの方が体にいいんじゃないかという報告が上がってきたわけなんですね。それはどういうことかということをご説明していきます。マーガリンは通常、まあ、植物性の油を使いますけれど固定化する硬いものにするために水素添加物というのを使っていたというのが昔の時代的な背景でその水素添加物の、まあ、添加を2018年から禁止したというのが、まあ、今回のいわゆる情報なんですね。で何が実際起こるかというと水素添加物を入れることで、諸悪の根源と言われているトランス脂肪酸と言われている脂肪酸が、まあ、出来上がるというのがいけない原因だったわけです。でトランス脂肪酸というのは言葉を変えるとトランス不飽和脂肪酸という形で不飽和脂肪酸自体はすごくいいものなんですがこれがまあトランス化してしまうことで、まあ、どうも悪いような働きになってしまうというような形で言われてます。私が今日お話しするのは実は今売っているマーガリンが、まあ、私がスーパーで確認してもこう箱の裏にある食品の、あの分析成分表ですよね。それを見るとやはり水素添加物入ってないマーガリンが圧倒的に今多くてでマーガリンの中でも、まあ、スティックタイプの硬いものじゃなくてチューブタイプの柔らかいものであればほぼ間違いなく水素添加物入ってないんですね。それが入ってないとなると、まあ、どういう効果をあるかということで、まあ、スプーン大さじ1杯に含まれる量ですよね。そこで1日の摂取する上限を考えた場合に、マーガリンの場合はおおよそスプーン1杯で上限の 11% ぐらいしかないと。硬いマーガリンであったとしても 18% ぐらいでしかないと。じゃあ今までいいと言われてたバターはどうかというと実は 36% ぐらいも含まれているというふうに言われているので実はですねマーガリンの方がバターよりも、まあ、飽和脂肪酸と言われている量が少ないというのが分かったわけなんですね。で他のいわゆる、まあ、コレステロールも圧倒的に少ないと言われていることが分かりました。ですので、まあ、今までの知見であるバターよりもマーガリンの方が体に悪いというのは実はひっくり返ってしまって今はバターよりもマーガリンの方が体にいい食品になっている可能性が高いというところですね。そこが面白い結果になりました。そうですね、まあ、おそらくアメリカのそういった情報が、まあ、日本にも取り入れられるわけで基本的には日本の情報もそのままアメリカから踏襲している可能性が高いと思いますね。今までは売ってるもの全くどんな成分含まれているかって気にしなかったですけど含まれているのかいないのかということを確認するとマーガリン含まれてないんですよ。なので地元のスーパーで売ってるマーガリンですらやっぱりそうなってるってことを考えるともう一般化されている可能性高いんじゃないですかね。
で実はそのまあマーガリンの中ですね、炎症作用とかいわゆる心疾患へのリスクっていうのも高くなってしまうんですよね。トランス脂肪酸が増えてしまうと。で最近の書物を読んでみると分かったことに、どうもこのトランス脂肪酸なんかがんの発生にも関連してるんじゃないかというふうに言われてて、まあ、もちろんがんっていうのは炎症からの慣れの果てなので、まあ、その可能性もあるんじゃないかなと思ってます。で読んだ書物の中には一応、乳がんですね、閉経前乳がんと前立腺がんと言われているがんのリスクがトランス脂肪酸が多いことによって上がってしまうという報告まで出てきているというところなので、まあ、かなり今までの情報とはちょっと違うということが分かります。でマーガリンの方が当然いい食物になってきている可能性が高いんですが、一応ですねやっぱり不飽和脂肪酸が多い油を取っていただくのがやっぱり絶対的な条件ですので、常温で硬い油というのはやっぱこのトランス脂肪酸が圧倒的に多いというふうに言われているので、動物性の油の中で例えばラードとか鶏の油とか、とりあえずあとはベーコン、豚の油ですね、そういったものは当然トランス脂肪酸の含まれる可能性が高いので、やっぱり体には良くないという報告が出てます。植物性の油の中でもココナッツオイルっていうのが、これ常温で白い固形なんですよね。でココナッツオイル、おそらく僕の記憶だと 4,5 年前に結構流行ってて、僕も取ってた記憶をするんですが、それも実はトランス脂肪酸が多いということが分かっている来たので、まあ、今ではあまり推奨されない。じゃあどんな油が推奨されるかというと、やはり種からの油ですよね。シードオイルと言われている油であれば、まあ、基本的にはやはりトランス脂肪酸が少ないというふうに言われているので、まあ、もし積極的に取るんだったらその、まあ、種からの油ですね、まあ、もちろんあとは僕がよく言ってるエゴマとかアマニオイルと言われているような、まあ、不飽和脂肪酸、オメガ3脂肪酸を多く取れるようなオイルでもいいですし、まあ、そういったものを気をつけて取っていただいて、バターとマーガリンだったら、今だったらもしかしたら体のことを考えるとマーガリンが先でバターが後という形になってくるんじゃないかなというところでしょうかね。そうですね、まずはもう固形じゃないものを選択する。で通常はもう半固形状といいますかね、チューブタイプに入っていて柔らかいものですね、柔らかいマーガリンを選択していただくってことがやっぱりすごく大事になってきますよね。いやびっくりですね。だから確かに今までのマーガリンが悪かったっていうのが、それが正しかったのだと思うんだけど、それがまあ水素添加物のそれが禁止されたことによってガラッと変わってしまうっていうのは、やっぱりいろんな研究が進んできて、まあ、炎症とかコレステロールとかっていうようなところで着目した場合に、まあ、そのトランス脂肪酸っていうことがやはり一番体にとって、まあ、炎症とかその脳血管障害とか心筋梗塞とかっていうことを起こす一つの大元になってくるっていうのは分かってきた、まあ、研究のまあ賜物じゃないかと思うんですよね。ですから、まあ、これぐらい、まあ、衝撃的なあるそのひっくり返る結果ってなかなか個人的にはもうないんじゃないかなというふうに思ってますね。テレビではまだないかもしれませんね。僕がまあよく見て医療系の情報で、まあ、そこで出てた内容ですよね。ですから本当にそれが正しいかどうかっていうのはもちろん実際に確かめていかなければいけないことだと思うし、今後検証されていくことだとは思いますけど、ただ皆さん方が思ってるほど今のマーガリンは悪くないということが分かってきたということですかね。新しい知見だと。